おはようございます。今日は1日みゆが何食べたかみたいなビデオブログを撮っていきたいと思います。とりあえず朝ごはん、リンゴをもう何も油も引かないで、本当にリンゴだけをちょっと焼いて、で無糖のヨーグルトとメープルシロップかけて、ナッツをちょっと刻んで乗せただけです。朝ごはん。おいしい。ちょっと今洗濯機の音がすごいうるさいかもしれないんだけど、お昼ご飯がトマトと卵のスープと15穀米。最近もう白米は全然食べてなくて、15穀米と、ま、スープとお米を食べたかったので、スープとご飯も一緒にしちゃって、こんな感じ。ほんとすぐできるし、みゆ一人だけでお昼ご飯なので、とりあえず簡単にできるこんな感じのご飯です。お水に無添加のコンソメとかが売ってるので、それを使って味付けをしているだけで、あとはトマトの味で、お豆も最近すごい大事で取ってて、お豆だったり、まあ、野菜を切って入れて、でご飯真ん中に盛ってスープを注いだだけの超簡単ご飯です。いただきます。今日の夜ご飯がこんな感じで、まずこれお味噌汁、白菜とわかめだけのお味噌汁と、あとこれ15穀米はさっきお昼にも食べたんだけど、これは朝炊いといて夜ご飯まで残しといて、だいたいミヒが食べないので一食分を冷凍しちゃったりしてます。で昨日の残りのおからと豆腐、お出汁を乗せたお豆腐、これの上に鰹節を後から乗せてお醤油かけます。であとは鮭、最近も毎日食べてるんだけど、その日によって具材は変えてるんだけど、とりあえずピーマンと舞茸とトマトで、このアボカド、さっき潰したやつは納豆かアボカドを最近ご飯の上に乗せて食べることが多いので、そんな感じです。お皿の位置大丈夫だよね。大丈夫かな。大丈夫だよね。じゃあいただきます。お味噌汁は作っておいて、本当に食べる時になったら一回温めてちょっと冷ましてから味噌を溶きます。味噌の良さがね死んじゃうので、ちょっと冷めたぐらいでお味噌を入れます。鮭最近もう毎日食べてて、本当にね美容にすごくいいから、舞茸とピーマンとトマトを、アルミホイルがなくなっちゃったからクッキングシートで、味付けはこのバターね。バターはトランス脂肪酸の少なめのものを選んで買っていて、であとはこのマジックソルト、これを水をちょっと入れて、これで蓋して蒸します。アボカドに和風の粉末のだしとごま油と、あとお醤油をちょっとだけかけて、これを潰して混ぜちゃいます。見て、美味しく、はい、今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローをよろしくお願いします。じゃあ、チャンネルだったちょっ